はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、前回4回目でフィンガーチップレースも入りまして、今日は仕上げパームレース、ヒールレース、リストストラップ入れていきまして、仕上げ磨きして完成させたいと思います。お見せしたいと思います。よろしくお願いいたします。それではどうぞ。はい、じゃあ行きますね。まずは新当時パームレースからですけども、これはいつも通りですね。何回も見せてますけども、すいてます。薄くしてますね。薄いでしょ。はい。あんまりね、ここ硬いと、硬めで入れる場合もあるんだけど、パクパクしづらいから、パームレースは空いてることが多いですね。はい、そんな感じです。じゃあ順番に仕上げていきたいと思いますって、よいしょ。もうだいぶ今日修理こなしてるんで疲れてきました。でもこれは今日完成させないとね、はい、よいしょ。今日最終回5回目っていうことになりますけど、バラバラにして手入れして、で、組み直して紐入れ直してね、やってます。あ、見せてない。こんな感じ。ね、こんな感じで入れていきますよ。よしと、ワイドヒンジですからね。よいしょ。こう切って、で、途中までは一緒ですけど、何ってことないけど、こう切って、ね、ワイドヒンジにすると、ちょっとだけポケットね、小指側に広くなりますから、よいしょ。タンレースやっぱ綺麗だなっていつも言ってるけど、よいしょ。ちょっとすいたから粉がたくさん出るの。でこの奥を、ちょっと待ってください。あった。ここギリギリね。よいしょ。ああ、抜けちゃった。硬いか、やっぱり。よいしょ。チュンチュ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 ンチュ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 ンと、いいかな。で、一番端まで行きましたと。端はこれ、ここへ、内側通すやつもあるけど、これ外側通してるね。外側通して、で、本当だったらこうやっていっておしまいだけど、一旦こちらね、上に上がって一列ヒンジを構成します。キュッてきて、で、ここから一個ずれてね、黒だからよく分かるのかな、ね、キュッてね。で、これはもうあと普通です。いつもの通りね、はい、よいしょ。キュッで上がっていきます。戻っていきます。これもライニングの皮いいよね、これね。ほら、よいしょ。で、キュッ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 
戻ります。これ入れるとね、だいぶね、あのシェイプがどうかなーなんてね感じになってきますんで、よいしょ、よいしょ、もうちょっとですね、はい、よいしょ、9で9で9、うん、この辺大事にしたいね、キュッとね締めたいです。結構深いところまで行ってますよねこれね、キュッとで、この奥ですね、うん、よいしょ、でここしっかり親指の下押さえてね、でここからあれ、これどこで出してたっけ、あ、ここだな。だから、ん？この中通すか、ここだね。そんな上か。これ引いた方がいいな。ね。ちょっと、グリス出ちゃった。ここでしょ。で、グリッと入ってここだ。ね、はい。よいしょ。うん、通りました。で、最後ここキュッと締めて。で完成です。長さも良かったね、うん、いい感じね。で今度ヒール入れます。もちろんね、順巻きでございますね、はい、よいしょ、てて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  て、はい、パクパク開閉がね、硬いなーっていう人はこれをすいたりするんだけど、普通は強度考えてすかないと思うんだけど、すく場合もあります。ご希望があればすいて入れ直しますけど、うん、いいな、はい、よいしょ、順巻き、順巻きと、よいしょ、あ、硬い、ここにと、うん、かっこいいぞ、ジータさんのね、キャプテンのクラブね、まあレプリカだけど、それでもやっぱり頭は一緒だからね。材料は違うだけかな。あれ、まだ抜けた。硬いな、ここ。よいしょ。お。ひねらないで、よいしょ。一回ひねるとね、向きが、よいしょ、 OK ね、はい、どこ行った？あ、これだ、キュッ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 、はい、いきます。ここもう一個硬いか、取るかな、よし、
もうあとはそんなに硬いところは、ああちょっとこれ抜けるとイラッとするよね。このあとは下か、下だな。スラスト、よいしょ、一回通して、で、キュッキュッ、よいしょ、一回、もう一回通して、よいしょ、ね、はい。はい、じゃあ最後ね、リストストラップになりますね。まあこれもいつもやってるやつですけど、チローンと、よいしょ。で、まあこれはね、手首、太い人、それから細い人に合わせて調整できるとこなんで、こまめにね、皆さんも、ちょろちょろできるといいんだけど、まあ、めんどくさかったらね、ご依頼を受ければお仕事やってますんで、言ってくださいね。はい。抜けるな、おい。抜けるな、おい。今日は、なんかもう入らないね。よいしょ。こっちね、はい。よいしょ。で、ここ、で、まあ、いつもお見せし、これもいつもお見せしてるやつですけど、ほらね、こんな感じで、あとはこうそれぞれここでしょ、こうして、で、こう引っ張れば、はい、OK です。これで全部組み上がったかな。はい、はい、かっこいいんじゃないですか。ちょっと仕上げ磨きして、よいしょ。またね、お渡しする前に磨きますけど、日に日に変わるんでね、顔の表情がね、
うん、ちょっとずっと映しててもなんだから。はい、じゃあここまででございます。はい、どうでしたか。シリーズ5回通してデレクチーターモデル比較のお手入れ、グリス入れ、全紐替えまでやっていきました。また後でね、かっこいい写真イメージ動画流しますけどね、こんな感じに仕上がりました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。